はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ、キリンの氷結、300% レモンです。アルコール度数 5%、 果汁が 8%、 原材料がレモン果汁と、ウォッカと糖類と酸味料と香料、氷結シチリア産レモン比3倍の氷結ストレート果汁を使用し、果汁感と酸味を際立たせた氷を入れたグラスで飲みたい夏にぴったり爽快な美味しさとなってます。期間限定ですね、はい、3倍、ということはシャーか、シャーのパクリか、3倍ってことは。それでは皆さん、乾杯。うん。うん、酸っぱい。でもそこまで酸っぱい。まあ酸っぱいけど、あの、キレートレモンサワーっていうのあったけど、あれの方が酸っぱいかもわかんな。うん。まあちょっと、なんか、まあ、でもうまいかな。普通に美味しいかな。うん。うん、酸っぱい。酸っぱいだけじゃなくて、やっぱりちょっと、ちょっと苦味というか、ね。うん。レモンの、まあ、ちょっと苦味みたいなのも感じられますね。うん。まあ、割かし、まあ、美味しいかなと。氷結。ラインナップ。まあ、甘味料も含まれてないですしね。うん。まあ、わりかし飲みやすい。まあ、ただ若干ちょっと、後味にえぐみのようなのが、ありますが、まあでもほぼ気にはなんないですね。うん。ああ。うん。まあ喉乾いてるっていうか、あの夏はさ、あの、まああれだよね、食欲がちょっとなくなってくるんで。まあ、こういうので、ちょっと酸味をね、酸っぱいやつ、まあ、酢とかだとちょっと食欲が進むんですよ、やっぱり。うん。まあ、だからか、あの、ね。まあ、酸味の効いたやつとかだと、まあ、美味しく、食べられる。まあ、夏のね、夏バテにね、まあいいんじゃないですかね。うん。ん？キリンの喉越しが、濃い喉越しっていうのが、限定発売するみたいです。7月の10日発売って書いてある。もうあれだ、もう発売してるじゃねえか。セブン&アイ限定商品になってますね。まあ、喉越し自体はあんまり好きじゃないんで、濃くなっても大して、どうでもいいと思うんですけどね。うん、あんまり。あ
んまり興味はないかな。で、キリンは特にあれですね、新しいなんか発売してるとかっていうのは、まあその濃い喉越しぐらいでしょうか。あとこの氷結ね。うん。まあ、チューハイは大体甘味料含まれてるんで、俺は嫌いなんで飲まないんですけど。うん。うん。ちょっとあれだね。やっぱ酸っぱいから、ちょっと元気が出てくるかもわかんないですね。こういうの飲むと。あと特に言うことないですね。うん、まあ、酸っぱいということです。うん、これはね。まあ、当たり前ですが、まあ、レモンが入ってる。酸っぱくて、まあ、まあ、割と美味しいかなと。うん。あ、出た。コク。普通。甘み。まあ、ちょっとあるか。ぐらいか香り、うん、まあこれ普通に美味しいんじゃないですかね。うん、うん、まあ酸っぱくてね元気が出てくるかもしれない。3344です。ご視聴ありがとうございました。